皆さんこんにちは。今回は85層環境の最強スキル紹介をしようと思います。この動画撮ってる時点だと、この最近ね、85層が実装されたんですよ。夜叉インテグラルシリーズっていう最強武器が出て、この85層環境で今どんなスキルが強いのか、ちょっと見ていこうかと思います。いつものごとくこの霧雨さんの SAOIF スキルレコードまとめっていうサイト、ほんといつもお世話になってます。マジで便利です。みんなぜひ使ってみてください。このサイトね、動画での使用許可を以前いただいたので、ちょっとこれで見ていこうかと思います。まず、片手直拳から見ていこうかと思います。ちょっとこれ上から見ていこうかと思うんですけど、まあこういうね、強いスキルあるんですけど、鬼バフとか。でもこういうやつもね、もういろいろ見ていくと、本当に動画長くなりすぎちゃうと思うので、本当に強いなって思うやつ見ていこうかと思います。このね、眼帯アリス、マジ強いです。この決意の騎士アリスってやつ、これ眼帯つけてるから眼帯アリスって呼ばれるんですけど、これの追加効果、攻撃力が防御力 ×2 上昇っていうのがめちゃくちゃ強くて、まあ、常設イベントでもね、この双剣士の記憶ユージオっていうのが手に入って、これ同じような効果なんですけど、これをね、モッドスキルっていうのに装着するとめちゃくちゃ強いっていうのが有名で、もう一枚のモッドスキルにこれを装着することによって、直剣モッドの2枚持ちが可能になる。マジで強いですね。あとは反抗の決意キリト、これバーストスキルなんですけど、まあ今の環境ってスキルブレイクっていうのがほぼ必須になってるんですけど、最近出てるボス本当ブレイクしないとマジできついっていうのが多いので、で残生属性って結構使う場面が多いんですよ。まあ74層フロアボスグリームアイズっていうのもそうだし、カオス175って言われるやつ、カオス凍滅戦っていう高難易度ダンジョンってやつですね。国鉄級にいるこの人に話しかけてできるやつで、この動画撮ってる時点では助動と奥地まではパーティーでできるんですけど、それより上はその110と135、155、175はソロでしかできなくて、まあソロカオスってよく言われるんですけど、カオス175って、175っていうのは、まあ、カオス防具、まあ、冥黒防具ってやつですね。それが、まあ、一番強いやつが、このゲームで一番強い防具なんですけど、その冥黒防具の装備可能レベル175のやつをカオス175って呼ぶんですけど、まあ、これのね、カオスダロスが弱点残生なんですよ。で、まあ、これが残生でブレイクできるっていう話で、この反抗の決意切りとかブレイクしやすい。まあ、最強っていうよりは、まあ、使えるっていう感じですかね。あとはこの覚醒のイーディスですね。やっぱり、この通常よりスイッチゲージ増加量が多いっていうのがめちゃくちゃ大きくて、これが周回の時に便利で、まあ、似たようなやつで初期覚醒キリトって呼ばれるこの突き進む英雄キリト。これも通常よりスイッチゲージ増加量が多いっていう効果があって、これリセマラあたりって言われてるんですけど、それも強いし、あとこれですね、これマジで強い。この真偽対バフっていうのがあるんですよ。攻撃力、クリティカル発生率、防御力上がるバフなんですけど、5秒間上がるんですよ。このバフマジで強くて、防御力が高いほど強い直剣モッドと噛み合ってるんで、あとは大体その直剣モッド強いんですけど、まあ、直剣モッドにも何が強いかとかあるんですが、まあ、それについては直剣モッド何が一番強いかみたいなランキングの動画を作ったんで、それを見てもらえればと思います。まあ、とにかく、大体強くて、まあ、残土とか残火はあんまり使われないかなって感じはしますね。まあ、それくらいですね。あとはこのマンオブザデイキリトって、発想ストーリークリアすると手に入るんですけど、これが75層フロアボスのスカルリーパーをブレイクするのに使えるので、これすごくいいですね。まあ、配布なんですけど。まあ、あとさっき言ったこれですね。双剣士の記憶ユージを。片手直剣は大体それくらいですね。じゃあ次片手再剣見ていきます。片手再剣は、大体この攻撃力が上がるモッド素材。それについては片手再建のモッド素材何が強いかっていうのを動画にしたんで、まあ、それリンク動画説明欄に貼っておきます。まあ、こういうやつですね、その攻撃力が上がるとか、クリティカルダメージが何パー上がるみたいな、こういうモッド素材が強いですね。タイニーチーパーを小春とか、まあ、あとは、そのね、今言ったこのタイニーチーパーを小春って、モッドスロット消費枠が1枠なので、まあ、そのモッドスロットが余った時にこういうクリティカル発生率 300% 上昇とかね、そういうのつけることで、まあ、クリティカル耐性が突破できるんだったら、
そういうのいいんじゃないかって思います。まあ、あとはね、その攻撃力高める手段、他にあるんだったら、こういうクリティカルダメージ 120% 上昇とかもいいんですけど、まあ、これは、モッドスロット枠2枠も消費して 120% も上昇するので、まあ、使ったことないんでちょっとわかんないんですけど、どうなのかなってちょっと思います。で、これもね、クリティカルダメージ上昇率高いんで、攻撃力上げる手段がね、一緒に装着できるんだったら、いいんですけど。あとはね、その、クリティカルダメージ何パー上昇ってこの高い数値のやつ、初めて来たのがこのスキルなんですよね。まあ、これもね、そのさっき言ったその組み合わせで。あと、やっぱりその攻撃力が高いといいって言ったと思うんですけど、その、このゲームってやっぱ、攻撃力とかダメージ上昇とか、上げてない要素上げると結構強くなって、まあ、これ、刻印系のデバフにしないと効果発動しないんですけど、この追加効果ね、攻撃力上昇するやつだから強いと思います。ちょっと使ったことないんでどれくらい強くなるかわかんないですけど、50% も上がるんで、まあ、最近はそのクリティカル耐性のついてるボスも結構ね、増えてきて、やっぱ刻印打つ機会っていうのもね、増えてくると思うので、刻印デバフのかかってる敵に対してっていうのは、全然いいんじゃないかなって思います。あとはこれ、バルキリーコメットってやつ。まあ、これスイッチゲージ増加量がとても多いっていう効果なんですけど、コメットって確かブレイク結構削れるのかな？なんかこれいいって聞いた気がするんですけど、もうブレイク環境なんで、今は。まあ、なんか違ってたらすいません。あとやっぱこれもコメットだからいいって聞いたんですよね。やっぱスイッチゲージ増加量がとても多いっていうのもめちゃくちゃ大きいし、あとは最近すっちゃんさんの動画で見たんですけど、この愛情の届けアスナってやつ、これが、バーストで撃つと、85層フロアボスね、ブレイク削り切れるみたいな、ブレイクゲージ増加量が多いっていう効果のアビリティつけてないといけないんだったかな？多分。そんな感じだと思うんですけど、これバーストで発動するとブレイク削り切れるみたいなのを聞いた気がします。あと、これもいいのかな？なんか、ブレイクゲージ増加量が多いって効果があって。で、突風だから、やっぱ61層フロアボスのナーシャにも効くんじゃないかな？ブレイクしやすいのかな？ちょっと使ったことないんですけど、多分これ結構削れると思うんですよね。わかんないんですけど、すいません。ちょっとそこは。持ってないスキルっていうのが、やっぱ結構続けてても、全部のスキル持ってないっていうのは、ほとんどの人多分持ってないと思うんですよ。すっちゃんさんも前言ってたんですけど、なかなか全部持ってる人っていうのはいないと思います。あとさっき言ったこのクリティカル発生率 300% 上昇ってやつで。あとこれ超有名ですね。マザーズロザリオですね。この絶景儀の継承アスナっていうのが、突属性オンリーなんですけど、自然属性があると、その属性耐性食らっちゃったりすることもあるんで、まあ、そういう点で、属性的にはすごい使いやすいですね。ただ攻撃モーションが長くて、まあ、でもすごいこれ威力出るんですよ。このコンビネーションバフっていうのがすごい強くて。これはね、強いって言われてる有名スキルです。あとこれ、情熱の花嫁アスナめっちゃ強いですね。何々のキャラクターを何枚以上装備時とかっていう条件もないし、なんかの状態上の時に何パー上昇とかっていう効果もないし、とにかく、まあ、残属性の敵にって書いてあるから、突属性か弱点の敵に使えば、これもうクリティカルさえ発生すれば強いので、まあ、クリティカル発生できればな、クリティカル耐性突破できればなんですけど、マジで強い。あとはね、これ、オフェンシブターンアスナって、この映画オーダーできたやつね。こういう映画オーダー、こっちもそうなんですけど、まあ、残属性の敵にっていう条件はあるけど、攻撃力がマジで上昇するのが大きくて、特にこっちの生き残る石アスナはね、61層フロアボスのナーシャにめっちゃ効くので、これ強いですね。あとはこれ、ブレイクゲージ増加量が多いっていうのがあるので、まあ、あと、突風っていうのもあって、まあ、ナーシャでこれ使う人いますね。ブレイク削りやすいですね。まあ、一部ね、ブレイクゲージ増加量が多いからって、これでブレイクするのか微妙っていう人もいるんですけど、俺使ったことないからちょっとわかんないんですけど、なんか良さげな感じはしますよね。見た感じ。あとなんか片手再建コネクトが、コネクトチェーン効果にスキルクールタイム減少っていうのがあるんで、なんか良さそうに見えるんですよね。ちょっと欲しいなって思うんですけど、まあ、使ってないからまだわかんないんですけど。持ってないから。次、片手コンいきます。片手コンは、このシビルタクラブリズベット。これが、やっぱ今のところ、その威力出すんだったら、一番強そうですね。まあ、刻印デバフ状態の敵に対して、刻印系のやつだと、まあ、攻撃力が 100% 上昇。で、打属性の弱点ダメージ 130% 上昇。これが強そうなんですよね。これ、モッド素材なんですけど。あと、これですね。刻印系のデバフ状態の敵に対して、攻撃力 50% 上昇。これも結構ね、ダメージが出るって言われてますね。まあ、片手コンは、サポートっていう感じで作られてる
ですよ、やっぱり。まあ、公式の生放送でも言ってたんで、まあ、やっぱりそのサポートの効果を持つスキルが多いです。まあ、こういう感じの刻印スキルっていうのがすごい代表的なやつっていうか超有名で強いんですけど、まあ、スイッチで使用すると、まあ、ダメージを2倍にするこの刻印。まあ、刻印ってスイッチで発動しないと、この刻印が発動しないやつと、スイッチじゃなくても発動するやつってあるんですけど、まあ、これはスイッチで発動しないと、まあ、起動しないっていうやつなんですけど、まあ、その分ね、そのスイッチで発動した時に敵の攻撃力上昇効果解除するので、まあ、さっき言った85層フロアボスとか、ボス自身に攻撃力上昇のバフがかかったりするので、まあ、それ消したり。まあ、変わったところだと、船大クリーファっていう槍のスキルがあるんですけど、まあ、敵に攻撃力上昇のデメリット効果与えちゃうので、まあ、そういうのを打ち消したりとか。ただ、これスイッチで打たないといけないので、スイッチゲージからになっちゃうんですよね、打つと。まあ、それに対して、俺これ持ってるんですけど、これは刻印デバフでありながら、スイッチじゃなくても発動するやつなんで、これがマジで強いですね。まあ、パーティーでやるときもそうなんですけど、やっぱさっき言った、そのクリティカル耐性がある敵に、そのやっぱクリティカル出ない中でダメージ伸ばす場合は、これ一番ね、伸びるんでダメージが、この刻印デバフって。だからそのカオス透明戦とかね、そのソロでやるやつでも全然使うって話で。まあ、小春に持たせれば、その小春が、まあ、小春って主人公のパートナーのことなんですけど、小春が、まあ、スイッチ連携って言って小春のスイッチ枠に刻印装備して、まあ、自分がスイッチ打った時に小春が連動してスイッチ打ってくれるから、まあ、それで刻印入れて攻撃したりね。まあ、あとはこれ、両手にビミリズベット。これ、楽印デバフってやつでマジで強いですね。パーティーですね、どっちかっていうと。スタック製のデバフなんで、敵に与えるやつ。出血ブーストもついてるから、なんかギルランですごい活躍するって感じがしますね。まあ、ギルランってギルドランキング戦っていう、定期的に開催されるギルド対抗のランキングイベントなんですけど。あ、これやばいです、これ。悠久の花ユナ。これ、刻印デバフに加えて、パーティーの攻撃力と防御力を上昇するバフもあるんですよ。まあ、刻印デバフはスイッチで使用しないと、これ発動しないんですけど、他にもバフまでついてるっていうのがマジで強くて、パーティーの支援がすごくいいスキルです。今のところ片手コンモッドは、火力出すっていうよりは、他のモッドスキルの方がやっぱ火力出るので、あ、でもこれ強いですね。その刻印系のデバフ状態の敵に対して攻撃力が 50% 上がるやつとか、まあ、これもね、攻撃力とダメージ上がるし、まあ、強いっちゃ強いけど、やっぱり他の武器種のが、やっぱいいモッド素材とかあったりして強いんですよね。例えば、その、まあ、ターゲットに向いてない敵に対してっていう条件がついてる弓のモッドスキルとかね、あるんですけど、まあ、そういう条件はあるけど、条件満たせばめっちゃ強い効果があるんですけど、その、例えば HP が少ないほどっていう条件あるやつ、めっちゃ強いんですよ。何々ほどとか、何々が高いほどとか。まあ、直剣モッドだったら自分の防御力かける2攻撃力が上昇するって効果だったんですけど、まあ、それ効果テキスト修正されてそれになったんで、前は防御力が高いほどっていうやつだったんですよ。なのでそういう効果があるやつ強いんですけど、片手コンだとその何々ほどみたいな効果ってあんまりなくて、やっぱりね、サポート向けっていう感じがするんですよね。片手コンはだいたいそれくらいで、